見て、こっちにも道があるわ。どこに繋がってるのかわかんないけど、とにかく進んでみるしかないわね。レベッカ、お前は戦わなくていいからな。安心して、あなたは私たちが守るわ。その姿、剣闘士なんだよね。あなたは戦うのが好きなの？違うよ。でも戦ってでも手に入れたいものがあったんだ。手に入れたいもの？私、兵隊さんともう一度暮らしたかったんだ。そのためにはどうしてもメラメラの実が必要だったの。そう。ねえ、その兵隊さんって？兵隊さんは私を育ててくれた人。それに忘れてたんだけど、私のお父さんなの。じゃああなたのお父さんも？うん。ドフラミンゴの手下の力でこの国の多くの人は大事な人を忘れていたから。ひどいことするわね。私はドフラミンゴってやつ嫌い。同じだね。私もよ。ねえ、あなたの家族は？いないわ。そう、ごめんなさい。なんだか悪いこと聞いちゃったみたい。ううん、大丈夫よ。私にはアディオがいるもの。そう、大切な人がいるんだね。大切な人？行くぞ。見て、誰かが道を塞いでいる。よし。レベッカ様、よかった、ご無事だったのですね。なんだ、レベッカの知り合いか？ううん、初めて見る人よ。ええ、おそらくレベッカ様は私をご存じないかと。私はレベッカ様のおじい様に仕えていた元兵士。陰ながらレベッカ様をお守りしようと剣闘士になったのですが、一度もお会いすることなくおもちゃにされてしまっておりました。そう、大変だったんだね。やっとこの姿に戻れましたので、レベッカ様をお守りすべくコロシアム周辺を探しておりました。しかし情けない、こんな事態になるまで私は何もできなかったのです。違うよ、あなたが悪いわけじゃない。そうだぜ、悪いのは全部ドフラミンゴじゃねえか。
はい、まさに。かつて陸王様を騙し、ドレスローザを簒奪しておきながら、さらにこのような暴挙に出ようとは。あの平和だった国が今は見る影もなく、私は国を愛する者として悔しくてなりません。ええ、その気持ちは私も同じ。私だって大好きな人と平和に暮らしたかっただけなのに。大丈夫よ、二人とも。え？だってドフラミンゴはルフィがこれから倒すもの。あいつは俺が必ずぶっ飛ばしてやる。だからレベッカ、心配すんな。ルフィの言う通りだ。その前にレベッカ、リフトを動かしてもらいたいんだ。そうだった。そんじゃレベッカ、そろそろ行くか。この辺り、私たちが最初に通ったところよ。では、また同じように進めばリフトにつけましょう。大好きな人と平和に暮らしたい。私も同じなのかも。なんか言ったか、アリム。なんでもないわ。ほら、先を急ぎましょう。まあ、いっか。腕が鳴るな。任せてちょうだい。当然の結果ね。
少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。当然の結果ね。少しは強くなれたかしら。あら、よかったじゃない。少しは強くなれたかしら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 。当然の結果ね。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。当然の結果ね。憎くって戦いに備えるぞ。食べて力をつけるんだ。あの山の下にある扉が開かねえんだ。王宮に上がるリフトならわかるけど、とにかく見てみるよ。レベッカ、このリフトの扉の開け方がわかるかしら。このリフト、王の大地と同じ。
これなら開けられると思うよ。ちょっと待って。よし、待ってろ、ドフラミンゴ。何か降ってきたぞ。ありゃ人じゃねえのか。行ってみましょう。トラオじゃねえか。ひどい怪我だ。動いたらダメだぞ。おとなしく言うことを聞く気はないみたいね。いけませんよ、無理をしては。俺の問題だ。邪魔すんじゃねえ。どういうことだ。13年前、俺は恩人をドフラミンゴに殺された。元ドン・キホーテファミリー最高幹部コラソン、俺に命をくれた人だ。ドフラミンゴを倒すために俺は生きてきたんだ。さっきは油断したが、そう。行こう、ドフラミンゴのところに。ダメだぞルフィ、傷だらけのローを動かすなんて危険だ。怪我人の世話は俺に任せろ。
一人守るくらいわけはねえ。頼んだぞ。ねえ、よし、行くぞ。北はこっちか。ああ、てめえの頭の中ではな。フランキー、おっとっと、褒めたってなんも出ねえぜ。皆様方の魂に響かせましょう。私が相手をしましょう。よし、任せろ。フルパワーでいくぞ。私の音楽、魂に焼き付けてください。
ようやく。雑魚が生きがるんじゃねえよ。ギアセカンドゴムゴムのジェットウィング。覚悟しな。俺はもう止まらねえぞ。肩慣らしといくか。やっと俺の出番か。クソ野郎は。まとめて相手だ。スーパー燃えてきた。クーバー。めちゃめちゃ効いたぞ。竜槽剣、竜の勇気。ぶっ飛ばす、この行くぜ。くらえ、オーケー。ルフィン、あ、目指すはクソ。さっきから北に進めてなくねえか。いっちゃやってやるか。手慣らしていくか。三刀流王三千世界。みんな、いっぺんに行くぞ。ゴムゴムのガトリング。Thank you.
みんな、こっちは北じゃないわ。けど、ここまで来ちまったら戻んのも面倒だな。よし、じゃあ崖から飛び降りるか。ちょっと、なんでそうなるのよ。今の力を試すにはうってつけだな。クソ野郎どもが。みんな、いけるよな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィップ。パーティーテーブル、キックコア。準備 OK だ。そっちか、刀の旅に来てやれ。さあ、もう強くだ。男を見せる時が来た。竜槽剣、竜の勇気。あの野郎、俺たちにはもっと強く力、みんな強く。私の原型すらとどめてねえな。
ちじゃなさそうね。みんな、宝箱を開けたらすぐ引き返すわよ。サクッと終わらせてやる。やっと俺の出番か。サードゴムゴムのギガントピストル。男を見せる時が来た。ニッポンのライトスペシャル。俺が相手になってやるよ。ディアブルジャンブプルミエールアクション。修行にはちょうどいいな。私の番のようにこれでどう。見せてやるよ俺の力。燃える流走拳火炎流王。よしみんな準備でゴー。ド派手にぶっ放す。作るね。俺に任せろ。パーティーテーブルキックコー。抵抗するそこまで。ちょっと痛い。消えろ。いちちちちこの。よっと。
昔トラオさん、あれから気絶したままですね。そういえば恩人を殺されたって話していたけど、ドフラミンゴは非常な男。フラミンゴは非常な男だ。奴やその仲間に命を奪われた人間は数知れない。ここ、ずいぶんジメジメしてるわね。あ、大丈夫？滑るから気をつけて。うん、ありがとう。こいつらは。さて、行きましょう。お前たちの相手は俺だ。パーティーテーブルキックコーン。その程度だ。創剣龍の勇気。お前たちの相手は俺だ。おら、行くぞ。その程度だ。この勝負、さあ、とだ。
よし。すごいのね、こんな風にて。かかってきやがる。任せな、俺が仕留めてやる。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。みんな、いっぺんに行くぞ。次はこいつだ、ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカ。よし、交代だ。待ってろ、これで最後だ。なかなかやるな。よっと、お前たちの相手は俺。やっ、俺が相手。ここをどけやがる。仲間の力を見せてやる。大丈夫、これでみんな直せ。頭がうまく回らねえ。おら、いくぞ。俺が万能薬になるんだ。頭がうまく回らねえ。めまいが。マナーがなってねえの。よっ、力が。よし。あ、そういや、ここウーシーと一緒に来たとこに似てんな。ウーシー。あ、うちのウーシーだ。行くぜ、おめえら。団体様ご案内。準備はできてるぞ。確保！エルフ！するのは嫌だな。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。死ぬ。ふ？いいしょ。風が吹いてる。みんな、そろそろ外に出るわ。あそこにいるのって。よし。